大観法から見た阿蘇竹の竹北の都峠から見た九十連山阿蘇九十観光圏は観光圏整備法に基づいて認定された観光圏である。当初の対象地域は熊本県の阿蘇地域と大分県の九十地域にまたがり対象となる自治体は熊本県阿蘇市、阿蘇郡南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村。 上益城郡山都町、大分県武田市の西四町三村。2013年4月には改正された新たな観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針に基づき、宮崎県西臼杵郡高千穂町を加えた地域について観光圏整備実施計画の新規認定が行われた。 観光券のサブタイトルは、風と歩く光に合う彩りに酔う、阿そく重自由空間。観光券整備法は、広域にわたる観光地が連携した観光券を整備することにより、2泊3日以上の滞在型の観光地域を形成することを目的としている。阿そく重観光券では、2007年度の県内の観光入り込み客数は2269万人。 宿泊客数は270万人であったが、2012年度にそれぞれ2382万人、宿泊客数は297万人とすることを目標としている。計画期間は2008年10月1日から2013年3月31日まで。具体的には、阿蘇九十国立公園を形成する熊本県の阿蘇山と大分県の九十連山にまたがる地域に、 六地区の滞在促進地区を定めて、各エリアでの連泊や、阿蘇エリアと九十エリア間での周遊、天泊によって、滞在型の観光圏の形成を目指す。ありがとうございます。